はい、それではね、ノーマンズスカイの続きをやっていこうと思います。鳥猿さん、こんばんはいらっしゃいませ。前回ね、やっと、基地クエストの残ってたやつね、なんかよくわからなかった、センチネルを倒すってやつがね、クリアできたので、こっちがもうなくなりましたね。なので、一応メインミッションの、こっちをやっていこうかな。最初の放浪者っていう方ね。をやっていこうかなと思います。はい。あ、水玉エリーさん、こんばんはいらっしゃいます。明日仕事だから長く見れない辛さ。お仕事ですか。お疲れ様ですね。この星なんですよね。ここ。53分。日曜日でも仕事の人結構ね、もう最近多くなりましたね。どこだ？宇宙船、自分の宇宙船がなかった。アポロと通信するっていうね、結局のところでもアルテミスは生きてなかったんですよね。で、精神体みたいなのだけ残ってて、なんていうの、機械の中で結局生きるみたいな形になってしまいましたね。よいしょ、こっち、まあ行っちゃいましょう。この後でもどうなるんでしょうね、なんか話の流れが。わかんないですけど。1分か、ちょっと遠いね。よいしょ、あ、ここですね。一応セーブしとこうかな。これとちょっとなんかあれかな、ゲーム音がちっちゃい。あ、さくらさん、こんばんはいらっしゃいませ。よいしょ、音量とか大丈夫ですかね。ちょっと久しぶりなんでバランスがしっくりきてないかもしれない。ちょっと先にこのコンテナの中のアイテムもらっときましょうか。よいしょ、はい、在庫の移動を確認するっていうね、よくわからないけどこれでお金がもらえる。あとは何もないな、ここ大丈夫ですか。 ありがとうございます。なんか急一気に寒くなりましたね、なんかね。あれもう金属なのかな、あれは違った。金属はこれだね、青いやつ。ちょっとね、ヘリジウムとか少なくなってきたんで、またちょっと探しに行かないといけないかもしれないですね。ここはあたら、あ、いや、基地のあるクエストで、惑星ミサネコって書いてあるでしょ。自分の基地の星なんですけど、前までね、アルテミスのイベントはまた別の星系で進めてたんですけど、なんか探したら、自分のこの惑星ミサネコ内に、この施設があるっていう目的基地がね、パッと出てきたんで、なんかちょっとよくわからないですね、これもね。話の流れもなんか難しいですし。よいしょ。ここで、同じ施設なんですけどね。よいしょ。エレベーター、ほんと、いい加減つけてほしい。何回も登らないといけないし。よし、来ました。ホロターミナスを起動、複数の発信源を利用可能。このタワーは強力な発信、まあこれいいですね。その遠距離ホログラム通信っていうのができるんですね。アポロに周波数を合わせる。意外と原始、そうそうそう、なんかね、
建物はすごい未来的なのに登るところははしごっていう不思議でしょ。なんかアポロですね、うん、ちょっとじゃあ通信しましょう。この人は一体何なんだろうね本当に、うん、お前の世界の象形文字は見つかったか。私の準備はほぼ完了だ。スーツをアップグレードして腹を満たした。留守中に農園の世話をするゲックも雇ったぞ。おおお、農園について尋ねる。うん一応尋ねとくか。あ、私は農園を持っている。何のかって、旅で見つけたフルーツが主で、大したものじゃない、うん、フルーツっていいですね。でもね、だがもっと大きくするつもりだ。とにかくお前には関係ない。私たちはポータルに入るんだ。そうだろう。まあまあね、まあね。アポロを見ているとポータルの中で見たすべてのこと、同じ道を通った時にアルテミスに起こったすべてを思い出す。アトラスの顔が浮かぶ、うん、このトンネルに戻ってこないようにと警告するナーダの言葉も。ポータルが安全である確証はない。もうなんかもう分からなくなってきた話がなったね。まあいいです。もうなんかね、進めていきましょう。あら、かわいい。かわいいですか。三角形ですね。一応口みたいな感じにはなってます。目と口みたいな感じ。うん、アポロに象形文字を渡して忠告する。アルテミスに起きたことを忘れてはいけない。うん、アポロは気をつけると言って再会を約束した。会えるんですかね。どうなんだろう。立ち去ろうとするとアポロが私になると呼ばれる存在から引き出せることがないか調べるように助言する方法。また私にも気をつけるようにと忠告した。はい。なるね。うん。あ、ちょっと進んだよ。お？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 あ、なる来た。なる。これなるですね。さあ話しかけましょう。その下、あの、ちょっとくちゃくちゃうるさい人。うん。くちゃらーですよ。二人の旅行者、一方は過剰なほど警戒心が強く、もう一方は全く油断している、宇宙はお前の考えるようなものではない。お前の感じたことは約束されたものだったのか。みんな可愛い。守備範囲広いですね、なかなか。気を悪くするな。これまでに生きてきた全ての地殻生命体は皆ある時期にこれを感じている、うん、私もかつてそうだった。私は怒り、自身の孤独に混乱した。お前に起こされた時の私の驚きを想像してみろ。お前にそんなつもりがなかったことは分かっている。お前はただポータルをもてあそんでいただけだ。だがお前が何をしたにせよ私はここに存在し、お前の助けを必要としている。アトラスはお前の考えるようなものではない。宇宙に何か起きつつある。それを明らかにするためお前の手を借りたい。理由を一応聞いときましょうか、はい、SF 好きなんだ。あ、そうなんですか。だったらね、いいかもしれないです。ちょっと宇宙旅行に。センチネルは宇宙の平和を守っているだけではない。その動機はもっと深いところにある。多元宇宙構造のアノマリーを見つけ出し、その存在を抹消することだ。私の姿を見たことがあるか。センチネルが私を見たらどうなると思う？違う。お前でなくてはならないのだ、旅行者。うん、このでも、主人公のその外見って全然わかんないんですよね、これね。どんな格好なんでしょうね。近くに観測所がある。そこから我々の調査にとって重要な貨物船の墜落現場に行けるだろう。おお、そこで最初の秘密がわかる。間違いない。アトラスは我々の敵でも味方でもない。空気や風に名前が付けられたようなものだ、だがそれは恐れ苦しんでいる。そして我々にはその苦しみを救う責任がある。何としてでもだ、うん、船から出る。私が立ち去ろうとするとアルテミスの周波数が再びネットワークにつながった。おお、ナルの観測所を見つける前に話をする必要がある。次アルテミス。おっと、はいはい、来た。あ、アルテミス来たね。この人はまだ人型にね近いですけどね。一応話しとくか。どう、私は逃げた、逃げ切ったんだ、うん、どんな感じなんですかね、人型の。ねえ、どんな感じなんでしょうね。
私が逃げるとき星は動き、暗闇の中に恐ろしい笑みが浮かんだ。気づけばここにいた。どこかもわからない場所だ。この新しい世界には太陽と生命がある。美しい世界だが、あのひどい場所で数ヶ月を過ごせばどんなものでも美しく見えるようにも思う。ようやく旅立ちの準備が整った。方法は以前と同じだが、今回は星の動きに邪魔されることはない。お前がこの星図をステーションの近くに持ってきてくれればすぐに合流できるはずだ。おお。アルテミスは何も気づいていない。自分が死んでいることも、恒星系のシミュレーションに魂を縛り付けられていることも、そしてそれが私の選んだことだということも、アルテミスは信じている。他の旅行者と会うという自分の夢が叶うとまだ信じている、どうしよう、これ真実つけた方がいいの？ケンじゃ人間っぽい。あ、なんかそんな感じなんですかね。よいしょ。一応ね、もうこのアルテミスはね、もうプログラムの中で生きてる存在になっちゃってるんですよね。でも本人は気づいてない。それをまあ、そうしてくれ、まあ、そうするか、もうアルテミスを完全に消滅させるかっていう選択を、ちょっと前回の放送で選ばされたんですよね。一応まあ、プログラムの中で生きる、っていう選択を選んだんですけど、もう言っときましょうか。ごまかしてもあれなんで。だが、アルテミスの世界が現実でないことをどう伝えればいいのか。死から救うためとはいえ、私はその夢を奪った。仲間を求めて多くの銀河を越えたものが一つの星系に閉じ込められている。新しい魂に出会うことは決してないのだ。難しいな。もうね、シンプルがいいと思うんですけどね。単刀直入。アルテミスに全てを告げる洞窟の発見、アルテミスの墓と恒星系のシミュレーションに魂をアップロードしたこと。アルテミスは私の話を冗談だと思って取り合わない。信じてくれなかった。アルテミスの笑顔が消えていく様子を私は決して忘れないだろう。アルテミスはいくつか質問した後、考える時間が欲しいと言った。通信を置いときます、はい、どうなんだ。まああとはね、本人の問題ですからね、はい、やるべきことはやったと思うんで、自分としてはね、次観測所を訪ねる。これも同じ星ないんですよね。よいしょ、いいか、行っちゃおう。よいしょ、アイテム落ちてなかった。ハズレだな今回は。人っぽいんでしょうかね。よいしょ。ディバ。こっち。15分ぐらい。なんかそんなに遠くはないかな。30秒ぐらいって出たね、今ね。20秒。あ、早いですね。抽選がね、やっぱり快適ですね、本当にね。観測所で墜落船の座標を調べるみたいなことを言ったね。よし、この。なんか着陸はね、このポイントに着陸するとエネルギー無駄遣いしなくていいらしいっていう、ね、これが一応なんかそういう車庫的な扱いらしいですね。よくわかんなかった。今まで知らなかったですけど、宇宙は速いし安全ですね。本当ね、宇宙船が頑丈で敵にも襲われないしね。ここは誰もいないですね。機械だけ。これ望遠鏡。そうですね。ゲックの専門家がいる。通訳者のゲックは紛争の種をまくことについて質問してはいけないことを質問し、責任を取る。よくわかんない。難しい。ここへの配属は懲罰だった。
だが、録音によると、紛争の種はここで作られていたようだ。遭難船の中に発見された奇妙なもの。それは異常であり、世界が存在しないこと、あるいは起きていない出来事を告げるデータだった。うん、専門家ポールはある日、こうした船の調査に出かけた。戦場にはまだゴーバックスの痕跡がある。ポールは二度と戻ろう。ポールって前、あーナーダとポールが出会ったけど、よくわかんないね、話、本当にね。まあいいよ、もうちょっと流れに乗っていきましょう。もうね、救難信号の座標を抽出する別世界の遭難船が私を待っている。難しいね、話。調べ、わかった？貨物船のナンパ地点。うん。どこだ？出てきた？これか？これかな？壊れた貨物船。惑星外ですね。じゃあまた、じゃあちょっと次の星に、別の星に、次は移動しないといけない。ここは開かない。こっちも開かないんですよね。アトラスパスっていうのも早く見つけたいですね。これね。全然ね、またね、ゲームとしてはね、進行まだまだあるような感じですね。よいしょ。はい。ここだと、今、発射にエネルギー使わなかったでしょ。ね、だから、節約できるらしいです。よいしょ。よし、行こう。どの方角だ？ちょっといっぺん宇宙に出ましょうか。惑星外なんて、まあ別の星だと思うんで。そろそろ宇宙船も新しいの欲しいですね。ねえ、こんなでっかいやつ欲しいな、ほんと。移動できる拠点が欲しいです。おお。あ、ここにもなんか止まるところがあるぞ。ちょっと待って。これだな。この四角が出てくるから、ここに止まれってことなんでしょうね、多分ね。止まれた？うまく止まった？大丈夫かな？これね。直して使えたらいい。なんか、なんかそういうのもできるみたいですけどね。これは多分、この先規模のやつは無理だと思うんですけど、ちっちゃい宇宙船、自分が乗るような。てるようなやつはなんか修理して使えるらしいですよ。乗り換えられるらしい。よいしょ。マダンスチの残骸。ログ損傷一部の記録は利用か。読んでみましょう。誰がこのメッセージを読むのか、生き残る者がいるのかわからない。だが私は生きたのだから死すべきだ。すべてを記録しよう。意識が失われる寸前まで、その集団はあらゆる世界を訪れた。はい。ドローンの動作は不安定になり、攻撃せずにただ監視するだけ。時が過ぎ、センチネルは脅威とみなされなくなった。平穏になったのだと思った、我々は許されたのだと。だがそれは間違いだ。続ける。やつらは一丸となって襲ってきた。とてつもなく、遠い場所からの正確な攻撃だった。センチネルはこれまでの小衝突をしのぐ怒りで宇宙に存在するあらゆる生物を滅ぼした。かかった時間は 54.2 標準分だった、私だけが残された。フォーバックスは最後まで私と一緒にいてくる。何？あ、センチネルか、びっくりした。司令部に向かうとき、彼らは船団を組んで私をその中に隠してくれたのだ、今まさに奴らが来ている。廊下やあらゆる場所で我が友の叫び声が反響する。私もセンチネルに見つかってしまった。ナーダには引くように、伝えた。我々全員がすでに心の中で知っていたこと、
孤独ではないということを伝えた。忍び寄るセンチネルね、ちょっとびっくりしますよね。たとえ私が死んでもこの言葉しか残らなかったとしても、ナーダなら別の宇宙でまた私を見つけてくれる。1000人や100万人の旅行者の中から、うん、我々は孤独ではない。魂は多くの魂から得なるもの。16を前にして生きたことを主張しなくてはならない。終わりがどれほど恐ろしくとも我々は確かに存在したのだ。奴らは近くに来ている。私は、終わりか、死んじゃった。この情報が一体何だったのかっていうね。貨物船の回収来ましたよ。船今からそのねやるんちゃいますか、その修理を。貨物船ナルに話しかける。どこで、あそこまた戻るのか。ホロターミナス行ったり来たりですね、本当ね。何も落ちてないんかな、これなんか落ちてるね。ちょっと見ていこうか、せっかくなって。下にあるよ。どういうことこれ、下にあるんだけど、こういうのどうなってんだろうね。ちょっとこの地形、どれだ、地形操作機ちょっとやってみようか。掘ってみる。これで削除。あ、減ったね。お、なんか埋まってる。埋まってる。あ、なんか出てきた。壊れたデバイス。こんなんあるんだ。あ、いる。折ってないよ、モーダイトとか、コプライトとか。掘らないといけないんだね、こういうのがね。地面に。あるけど、あ、そっか、こんなん全然今まで考えたことなかった。ホワイトベースみたいなやつ作れたらね、ああいうの欲しいな、ほんと。ホワイトベース、あの強力なね対空砲火がついた機体が欲しいです。どこだ、埋まってるんだね。難しいなこれ。真上まで来て掘らないとおかしいな。位置が合わないぞ。マインクラフトでやってはいけないことね。真下掘り。あ、出てきた。結構深いなこっちは、はい、あ、え、穴掘ったら避難できるんだ。そういう逃げ方もあるんだね。一緒かな。あ、コプライトとモーダイトね。持ってないな。しょうがないですね。よし。こういう避難の仕方もあるっていうの分かりましたね。よし。しょうがないな。じゃあ。またいろんな生き物がいますけど。なんかすぐ近くにいろいろあるけど。まあいいか。ちょっとミッションを進めていきましょうか。マイクラでやったら地獄ね、マグマがあったりとかね。これどこまで掘れるんでしょうね、逆に。でも。サイズ、ちょっと待ってよ。おっきい。あ、こんだけでかくできるんだ。ちょっと一回まし、なんていうの、行けるとこまで掘っていってみたいですね。何があるのか。おわ、あ、これこんなんでやればいいのか。意外と大きかったな。思ったより大きかった。ちょっと下を、あ、これ以上届かないわ。このなんていうのかな、もうちょっと角度つけて掘っていったら降りていけるよね。なんかトンネル的な感じ。あ、これ以上掘れない。
あ、意外と浅かった。意外と浅かったね、これ。これぐらいの深さまでしか掘れないってことね、地表はね。なんだ。マグマまでいけるのかなと思ったけど、そんなに深くはなかったね。よいしょ。まあでも、あの地中に鉱石が埋まってるとかいうこともあるんですよね。あと、まあ氷コンテナとか、いろいろ出てくるのかな。よいしょ。まあいいか。とりあえず、なるに話しかけるって言ってたな。また戻らないといけないな、あっち。よいしょ。さっきのやつね。よいしょ。ここにはね、発着で場がないんですよね。セーブポイントだけ。そして寒い。うん。これと、はい。一応もらっとく。ゲックのお守りね。よしよし。これもゲックの守りでした。また階段登らないといけない。エネルギー節約大事。そうなんですよね。結構使うんですよね。なんか自動でね、プルトニウムとか鉄とか集まればいいんですけど、今んとこまだ手動で全部掘りに行かないといけないんで、なくなったら地道にコツコツ掘らないといけない。それがちょっと手間ですね。よいしょ。はい。うん。もうなんかね、何回もこれ使うんだったら、これも建設できたらいいのにとは思うんですけど。ホロターミナス。このタワーは強力な、うん、もういい。わかったわかった。ナルに話しかける。さっきの、くちゃくちゃ言う人に。はい。よし。何を見つけた？すべてを話せ、貨物船とその記録についてナルに話す、その世界ではセンチネルがすべての命を消し去り、一人の旅行者とナーダという名のコーバックスだけが残った、私はこの個体が自分の仲間なのかどうか、あるいは同じ名前なのは偶然の一致なのかどうかを尋ねる、ややこしいな。同じ名前なの。偶然の一致などない旅行者よ。アトラスはお前と共にある。私は今それを確信している。お前が目にするものはアトラスがお前に見せたいと願ったものだ。貨物船は平行宇宙の遭難船だった。この多元宇宙にはこうした場所が無数にある。物事のありさまには、アンリー様は各次元で大きく異なるが、これには3つの例外がある。アトラスはあらゆる場所に同時に存在する唯一の存在であり、唯一の知性だ。センチネルは次元の間を自由に行き来する。難しいな、もう。順番に聞いとこう、はい。センチネルは宇宙のアノマリーを見つけ出し、可能な限り破壊や命の消滅を防ごうとする。可能な限り破壊や命の消滅を防ごうとする、そのセンチネルが宇宙全体を滅ぼした。センチネルがこうした行動に出るということは、何かが完全に間違っているということだ。かつてアトラスに疲れていた頃、センチネルは文明と平和の守護者だった、
トラス。わかんなくなって。アトラスが全ての命を作り、センチネルが、それを守るために創造物の中のアノマリーを見つけ出す。うん。アトラスがまあ神様的な感じ。うん、センチネルがまあ言うたら、天使ですよね。天使的な扱い。そのセンチネルが宇宙全体を滅ぼした。センチネルがこうした行動に出るということは何かか。さっき言ったね、それね。しばらくするとセンチネルはアトラスに使えるのをやめた。どういうこと？何が間違ってたのかちょっと聞いてみましょう。はい、存在を破滅に導いたのは旅行者だった。うん。私たちは栄光の時代の到来を告げるために現れたが、大変な間違いを犯した。私は許されるはずのないことをした。そしてその行為により楽園は失われた。だが今回のサイクルはどこかおかしい。宇宙を隔てる壁が薄くなっている。私たちは何をすべきか判断する前に、各種族で何ができるかを知らなければならない。バイキンのステーションに行って彼らと話せ。私が通訳しよう。血に飢えた戦士の種族は高潔な魂を持っている。お前が戦士たちから十分な評判を得ていれば、私たちが知るべきことを教えてくれるだろう。7つのラッパを鳴らしたのかな。何ですかそれ。7つのラッパ、原惑星外ギャラクシーマップ用確認をし、他の星系にワープする。じゃあまあぼちぼち、他の惑星に行ってみましょうかね。一応センチネルのあの星系はあるんですけど、もうね、一回り同じ惑星ばかり行き来してるんで最近。アプセルって持ってたっけ？あ、入ってないな。どこに入れた？ここに入れたのか。これ移動できる？宇宙船から離れすぎてるか。一回じゃあちょっと、基地に戻ろう。うん、時のパターン。まあ多分星系を移動しても戻ってこれるとは思うんでね。またよいしょ。はい、まあ、この中に入れたんだ。これは持っといた方がいいな、やっぱり宇宙船に。この辺はいいかな。よし、ではいざ新しい星系に行きましょう。燃料なくなったんでちょっと入れとこうか。よし、ギャラクシーマップもう開ける？まだか。宇宙に出てからだね。この辺で行けるから。これで、あ、なんか出てきたね。傭兵ギルドとか出てきた。これっぽいな。ここに行けと。ただし直接選択できないと。このアトラスなんかを切り替えないといけないな。これだ。こっち進まして、こっち、星1個と、どういう感じなんだろうな。衛星が、惑星1つ、衛星2つみたいな感じかな。まあ、ここ行きましょうか。バイキンなんで、よし、ワープ。お、来ましたね。ウルストエトス。
ウルストエトス星系。これ何？戦闘検知とか戦ってるやん。スペースバトル。ちょっと待って。そういうのはね、準備させてください、普通に。緊急通信回線。ちょっと。うん。バイキン。環境がいいといいですね。もういきなり戦闘に巻き込まれるような。ところです。必死に外国人のジェスチャー。彼らは支援の緊急に必要に。うん。ちょっと助けてみる？助けてみる？貨物船でしょ、うん、スペースバトル。システムの衝突検出。貨物船が標的に。あ、そういうミッションがあるのね。ちょっと、フェーズビームして。戦闘大変なんだよね。あそこが急に。敵が一体だけっぽいんで、ちょっとやっちゃいましょう。もうちょっと近寄った方がいい。2体ぐらいいるかな。どこだ？あれが戦ってるやつね。勝手に倒れ、あ、2体いるわ。まあいいか。なんか、こっち手出さなくても倒せそうな感じするんだけど。で、どこにいる？追いかけんのほんと大変なんで、なんか固定砲台として戦う方がいいって書いてある。うん、いで、よし、倒せ倒せ倒せ。あ、やばいやばい、ちょっと待って。弱ってる弱ってる。危ねえ。スペースバトル、通信機に応援。忙しいな、もう。やられてるな。どっから撃たれてんの？ここだ、こいつだ。よし、倒せ。よし、倒した。もう一体、もう一体。倒せそうやけど、やまってる。危ない。鉄いっぱい持っててよかった。お、なんか新しい物質手に入ってる。うん。これでいいかな？通信機に応答できないんだけど。なんか撃たれてない？ちょっと、お、一回回復しよう。近くで救難信号。もういいや、ちょっととりあえずメインミッションを進めよう。これで敵はとりあえず倒したはずなんで、どこだ、宇宙船が接近中。あ、これあれじゃない、戦地にいるじゃない、戦闘してたから寄ってきたやつ。もうなんかセンチネルに追われてる気がする。連動が、あそこだね、宇宙ステーションに行けばいい感じ。戦闘初めて見ます、うん、難しいですよ、なかなかね。スピードがね、全然敵の方が速いんで。で、今は多分追われてた人助けてたら流れ玉がセンチネルに当たっちゃって、センチネルに追われてるっていう状況っぽい。なんで一回ちょっと宇宙ステーションに避難しましょう。無実なんで。よし、当たった当たった。よしよし。はい、帰る帰る。よし。宇宙ステーション内入れば一応大丈夫。また全然機体の性能がね、良くないので、まともに戦うのしんどいんですよね。すごい強そうだもんね、これ。あ、これでもなんか、あれだね、初期のやつにすごい近い。機種。
よそ者。うん。抽選、アイテムを売る、アイテムか。アイテム売りつけよう。サボテン売りつけよう。売れた。どう思うとか。よし。うん。いや、よしよし。宇宙ステーションの中は、安全なので、大丈夫ですね。傭兵ギルドっていうのが今度あるんですね。この人か。またサブクエなのかな？俺どうなんだろう。うん、よそ者め。あ、ちゃんと話せるな、この人。話なんか時間の無駄だ。同じことをしたらぶっ殺すぞ。どういうこと？え、どういうこと？さっきまで戦ってた人かな。私がバイキンに十分な影響を与えられないのは明らかだ。ミッションボードファンクションとの関係を深めれば彼らの注意を引くことができる。もうちょっと仲良くなれという感じですね、多分ね。傭兵ギルドの契約を完了する。ミッションボードについて。あら、どういうこと？スタート。ん？ミッションボードある？あ、これか。すべての宇宙船で、宇宙ステーションで見つかる。うん。ミッションスタート。何？ミッションは派閥での評価に結びつく。ミッションエージェントの近くにある。へえ、仕事が受けられる感じかな。脳のお味噌がむき出しっぽいけど、この人ね。弱点って感じだよ。新兵、よそ者、バイキン。もうちょっと仲良くならないといけないっぽいですね。錆びた金、緑色の液体を湿らせた注射器。お、何それ。うん、何、バイキン偉そうに振る舞う。助けを求め、何も知らない。情報を渡してみようか。何の情報か分かんないけど。うん、できる限り知ってることを伝える。お礼を受け取った。評価上がった。アナロマシンクラスターもらえた。まあ、いっか。ちょっとこれも覗いていきましょう。ルしかわかんない。ルしかわかんない。そんな、何しゃってんのか。うん。わかんないけど、通じてるんだね。これは何だ？ビームフォーカス。ビーム強化っていうのがあるな。ファイン？え？マインビームレーザーが。これ何なんだろう？マルチツールの。マルチツールのやつか。反動安定。ジャベリンド。ブレイズジャベリンドリル。もう続きが読めない。ルーだけしか分かんなかったね。スキャターブラスターダメージもよく分かんないね。ビームフォーカスシグマ。うん、へえ、この辺はでも役に立ちそうなのか。マインパワーと範囲拡大って何？あ、でもこの辺はまだ足りないのか。ビームフォーカスタウ、テクノロジー設計図を取得済みって書いてあるね。え、つけてる？そんな。マルチツール、あ、これか、つけてた。全然ビーム強化1はついてるな。マインレーザーでしょ。この辺もなんかくっつけた方がいいような気もするんだけどね。よし、
マイビーム強化高機能マイン、ビーム強化のやつ1個ちょっと買っとこうか。2位だったもんね。もらっとこうか。これよく使うもんな。結構こっちはよくわかんないな。ビームフォーカスのこっちの方が高いから2位だから、これはいらないか。これをもらっとこう。どう60集めて、どう先売っちゃったよ。まあいいか。向こう側だね、多分ね、ミッションボード。で、まあなんか仕事をこなせば仲良くなって、いろいろ教えてくれる感じかな。それだけちょっと確認しとこうか。まだいろいろありますね、ほんとね、ストーリーこっからちょっと自分の基地に帰れるか見とこう。あ、帰れるね、帰れる。あ、3つ増えてる、すごい。よし、どんどん増えていくんだこれね。これ、あ、これだよね。だからまあいつもの、バイキンが近づきながら話しかけてきた。仕事がたくさんあるようだ。報酬もそれなりに伴うらしい。一応見ときましょうか。内容てんこ盛り。結構ね、せっかくキッチンクエスト全部終わったと思ったら。モーダイトの食感。パルスジェットシグマ。うん。量子加速器。これ簡単だったんちゃうかな。行く方向違いの巡礼者、これを着ようか。うん。クライアントうがうが長州兵まあいいか。クライアントは仲間の安全の機関、うん、これ前何回かやったことあるんで大丈夫ちゃうかな。一個ずつねやっていきましょう。はい。何もしないで、これね、惑星外っていうかここだね、惑星上って書いてあるからまあ大丈夫。うがねうがうがってなんかただの叫び声だったのに。よし、行方不明者を探し出し戻ってくるように説得しよう。まあこれは多分そんなに難しくなかったと思うんでやってみましょう。3つ仕事をこなせって言われてたね。よし、もう襲われないよね。大丈夫だよね。そこ、あの星に行きます。よし。久しぶりの新しい星ですね。若干寒そうな感じはします。一応植物は生えてんのかな？あ、来た来た。よし。ここに泊まれるところは、あ、発着場ある。発着場ある。よし。あそこに泊まろう。いいとこ住んでんな、ほんと。よし。よいしょ。はい。うん。月、照度。晴れ、管理レベルは低いですね。生命レベルと、ちょっと暑いのかな。暑い感じだね、60度。よし、衛星ですね。ここはあの惑星じゃなくていました。行方不明者簡単
こんな簡単に見つかるんだったら誰か呼んできたらいい。よそ者を。失踪した生命体の謎は解決した。命が無事だと分かればクライアントはとても喜ぶだろう。座標を送信してミッションの成功を報告しなければ、見た目の割に熱い星。なんかそんな感じね。なんか寒そうかなと思ったんですけど。ターゲットの位置データを送信する。はい。あとはクライアントがしたようにするだろう、これだけでいいんですよ。簡単でしょ超簡単。あとなんかもらえるもんないからもう、はい、バイキンの探検あげとこうか。言葉はなんかいるのか。右を見たい。右を。二重猛ダイトがいるのか。猛ダイトとかね持ち歩かないんで剣いっぱいあったんでちょっと渡せるだけ渡しとこうかと。ああ変わっちゃった。ブツブツ交換するか。はい。何くれんの。ナノマシンクラスターもらえた。あっさりしたミッションね。そうなんですよね。なんか探検開ける。これ誰にあげても1個上がるんでありがたいですね。よし。なんか5本ぐらい持ってたと思う。よいしょなんて単純なまあ、いくらあっても困らないっていうアイテムなんでしょうねこれは。はい。もうなくなった。あ、まだあった。はい。よし。もう、5本だけ持ってたよね、確か。もうないね。うん。よし。はい。あとは、これは？ここでどうって書いた。アイテム売るものは特には持ってない、ね、結構いろいろ売ってんね。銅が売ってたら買おうか。ないか。ないね。エメリルしか売ってない。まあいいでしょう。これ何。あ、お、ちょっと見てみよう。なんかすごい強そうじゃないこれ。エクスペリメント YG。 なんか良さげな雰囲気はあるけどちょっと比較してみます。うん、今のやつが結構いいんだな。やっぱりでも新しいやつよりもいいよね。なかなかスロットも多いしね。これはじゃあいいか。結構ね、形的にはすごいハイティクな感じしますけど。これはナノマシンもらっとこう。値段もすごい。評判上がりました。こっちは？ここは何？あ、出口。あれ？こっちも出口か。あ、そうだね。熱い。まあ、惑星からなんか浮いてる。なんかいる。あれちょっといや新種草食動物だね。でも大人のメス、ちょっとスキャンしとこうか。境界保護。あ、センチネルね。これは気温は、危険なやつはあんまりいないかな。ちょっと早いね。
気温は。よいしょ。イリジウム。うん。こんなもんか。そこ。違いついるな。気温は。まあ大丈夫かな。そんなに襲ってくるようなやつはいなさそう。ですね。よし。さあ、この星は今これでしょ。どれで見るんだったっけ。あ、これだ。そうそう。ソラニウムかとアルミとニッケルとヘリジウムか。まあ銅はないんで、まあ、いいですね。よし。よいしょ。もうない？よし。じゃあ帰りましょうか。まあ、気温が高い以外は、そんなに放射能とかもね、ないんで。まあまあいいですね。ん？ん？あ、これか。宇宙ステーション。戻ります。いける？うん。よし。なんかひよこみたいな宇宙船だね。鳥のくちばしがあってなんかついばんでるみたいな感じする。よいしょ。よいしょ。で、新しい星見つけるたびに戦闘。あ、いや、全然そんなことないですよ。戦闘そんなに。さっき貨物船が、大きなね、船が宇宙にあったと思うんです。それが、海賊みたいなのに襲われてたんですね。たまたま遭遇した感じですね、それに。うん。ミッションを提出。これね。はい。これでナノマシンクラスともらって、いいかな。まあ、一回ちょっと。これで、あ？え？違うのか。え、これじゃないの。え、傭兵ギルドの契約を完了する。え、こんなんじゃないの。え、ちょっと分かってなかったな。傭兵ギルドからの仕事ってことか。そういうことなの。これ、なんか種類ある？ちょっとわかんないな。ちょっと一個ずつ見ていこう。これじゃない？違うな。これ、これっぽい？あ、これだ。傭兵ギルド。必要なランク。書いてあるな。これを受けないといけなかった。トレーダーギルドってあるもんね。そういうことか。うん、これですね。モーダイトの食感。全然さっきやったこと意味なかった。何でもいいんじゃないんだね。これを受けないといけない。うん、捕食生物を狩る。受けときましょうか。はい。モダイト取ってこればいいんでしょうね、多分ね。うん。はい。これで、もう、
生物を、捕食生物を倒す。地表、惑星の地表にある生物の位置を特定せよ。そっか。倒した生物15匹。まだ終わってなかったようです、どうやら。生き物をやらないといけないんで、あいつやるか。ちょっと重たいな、なんか。敵。注意、草食動物。なんか赤いテンパあるぞ。そのちっちゃいやつやろ。15匹なんでもいいと思うんだけどね。逃げるわ。うわ、倒しにくそう。ちょっと大変だな、じゃあこれ。1匹倒したけど、一応センチネルも来るし、あーめんどくさいなこれは。よいしょ。嵐も来んのか。ここまたが、もう解除。なんかちっちゃいやつをやると親が多分あれだね、向かってくる感じだね。あと一匹、あと一匹がいない、あと一匹がいないな。嵐か、嵐のせいか。くっそ、もうあと一匹だけなの。120度とかなってるな。あ、いる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 。よし、こいつはやっちゃおう。おいた。よし。よし、いったね。よしよしよし。よし、船に乗るぞ。これで、帰ったら、あ、一応、達成ですね。よし。さあ、帰ろう。これで大丈夫かな。全く通じない。ミッションを提出する。これね、5万ユニットもらえるんだ、うん、そこそこいいですね。傭兵ギルドからの評価があった。はい、よし。ミッションちょっと一応見とこう。センチネルを全滅させるとか、ちょっと面倒そうなやつですね。その宇宙船のセンチネルか、星にいるセンチネルか、どっちでしょうね、本当に。よし。はい。これででも、3分の1になりましたね。やっぱまあまあ、こういうことですね。だから、傭兵ギルドのお仕事をこなしたら、進むみたいですね。なるほど。よし。はい、まあ、そしたらね、今日のところはこれで、終わりにしておきます。またね、次回この続きやっていきますので、よかったらね、また見に来てください。では、これで、終わっときます。お疲れ様でした。